君は時の涙を見る。はい、小津の趣味部屋へようこそ。いやー、今回はね、今日発売の商品ですね。はい、そちらで、解体商機のねサザビーが発売となりました。はい、それをね今回はねご紹介させていただきたかったんです。いやね、ほんとね、あれ全然手に入らないですね。いやー、抽選販売っていう形式でいろんなところに応募したんですけど全部外れたですよね。いやー、買えなかったな。いやー、まあ、これ見てね買えた方いますかね。うん、いやほんとね、まあ、目の前にある通りね、あの解体商機のニューガンダムはね発売日に、買えたんですけれども、今回はさすがに買えなかったですね。いや、並べたかったな、ニューガンダムの隣に。いや、マジかっていう感じだったんですよね。いやでもね、あれ一般店頭販売っていうことで発売開始されましたが、あれ蓋を開けるとね一般抽選販売ですよね。一般店頭で販売してるの見たことあります？全然そんなことないですよね。完全にもう抽選販売品ですよ。何をもって一般店頭販売としたのかね、ほんとバンダイにはね、ちょっとおかしいな点がありますよね。いや、ほんとね、この販売方式っていうのをなんで受注に切り替えないのかっていうのがね、ほんと謎ですよね。まあね、今社長がね、ちょっと女性の方っていうね、多分年配の方だと思うんですけれども、まあ、転売屋の味方してますよね。もうね、この販売方法はね、もういい加減にしてほしいですね。もう受注に切り替えろと言いたい。もうね、そんな声がね至るところでね、私は見聞きしてます。はい、まあインターネット上とかね、まあ、あと SNS 上とか、あのもうほんとね買えない人が多すぎてね、ほんとオークションとかね、あのフリマサイト見るとね、もうほんと倍近い値段で売られてますしね。定価が19万かな、税込みでね、サザビそれがねもう33-34万とかそんぐらいで今ね、まあ現時点ですけれども取引されてますね。いやー、もうそれを見てバンダイは何とも思わないのかね。ほんとね、腹立たしいわ。本当に欲しい人は買えないっていうね、この理不尽さ、大元であるバンダイが何とかしなきゃいけないはずなんですけれどもね、何もせずっていうね。でそのくせね、サザビのオプションパーツがね受注するみたいなんですけれども、そっち受注じゃねえだろうと思いますけどね。そのね、オプションパーツがね、レウルーララボラトリーっていうね、まあほんとねライフルが2丁つくのかな。でファンネルボックスみたいなのも追加されるような感じですよね。いや、これねニューガンダムの時のファンネル状態ですよね。このフィンファンネルだけ受注にしてて、それと同じ、全然学びはしないね。いや、これはひどい。まあ、かといってね、ほんと転売価格で絶対買いたくないんですよね。30何万も出せますっていう話ですよ。まあね、こう言っててもね、まあみんながみんな声を上げるわけじゃないんでね、これがね、もう一斉にみんながね声を上げてね、バンダイに問い合わせればね、何かしら動きがあるかもしれないんですけれどもね、まあ、1人や2人の声なんてね、鼻くそみたいなもんですからね。
ということでね、まあ今回はね、ちょっと買いたい商品のサザビーが買えない商品だったという感じだったんですけれども、はい、まあ、それだけでね、まあ今回愚痴を言って終わりっていうのもね、もうなんだかなっていう動画になっちゃうんでね、はい、まあ、ついでと言っちゃなんですけれどもね、こちらをちょっと開封しようかなって思います。はい、それはね何かというとね、もうすでにここに袋に入ってるんですけれども、こちら、はい、ガチャガチャですね。一気にパワーダウンしましたけれども、そちらのアルティメットルミナスのねニューガンダムがね、出てたんで、もうコンプリートしたやつを購入させていただきました。まあこういうね、ストラクチャーも入ってますんでね、まあ、ストラクチャーにユニットが入ってる感じなんで、まあ、どちらにしろ全部買わないと転倒とかさせられないんでね、はい、まあ、ニューガンダムはバズーカとビームライフルの2パターンですね、っていうのをね、コンプしたやつを今日はちょっと開封したいと思います。はい、こんな感じでね、ストラクチャーの方にこのルミナスユニットが入ってますね、でニューガンダムはね、パーツがやばいな、また多いな、これちょっと組み立てるのにまた時間かかりそうだなこれ、まあ、とりあえずね組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。いやー、全部組み立てるのにね、それなりにちょっと時間かかっちゃいましたけれども、はい、ではね、このバズーカの方から、まあ、なんてことはない、まあ、ガチャポンですけれども、まあね、それなりにクオリティは高いと思います。足のね開き具合とかね、かなり大幅になってますけれども、それがなんかちょっとマッシブな感じになってますね、でこちらのビームライフル、こちらはねちょっとルミナスユニットを中に入れて、クリアパーツ、胸部にクリアパーツを付け替えて点灯させている状態です。めっちゃかっこいいよね、このカメラアイも点灯してめっちゃかっこいいわ。でこっちはね、こうシールドもついているんでね、やっぱどちらかといったらビームライフルの方が当たり枠なのかもしれないね、いやこのカメラアイが点灯してるのかっこいいわ、かっこいい。でフィンファンネルがねないのがちょっと残念ですよね、フィンファンネルは別のオプションとしてね出してくれてたらよかったんですけれどもね、今回フィンファンネルがないんですよね、でこちらのストラクチャーですね、はい、そちらの方は、あ、両方点灯はできないんですよね、片方のルミナスユニットをこっちにつけちゃってるんで、はい、でこっちはつけずにこっちのストラクチャーの方に、ルミナスユニットをつけてます、はい、結構ねなかなか感じがいいですよね、整備ドックみたいな感じだよね、これはこれでやっぱいいね、はい、ということでね、いやなんだろうな、自分ねちょっとねこれを組み立てながらねちょっと泣きそうになりましたねあれサザビーじゃねえ持ってるはず、今日持ってるはずだったんだけどなっていうね、夢を抱きながらね、結局発売日まで買えず、はい、いや再販期待するしかないかな、いやーほんとね、受注にしてくれバンダイさん、プレミアムバンダイで受注生産にしてくださいそれが一番平等に行き渡ると思うんですよね、はい、ということでね、今回で、私の動画は終了ということで、あちょっとねこれ言い方が違う意味になっちゃうんでね、今年の私の動画は
これで以上になります。はい、次回はね多分来年になると思います。はい、明日明後日は多分動画上げる予定がないんでね、はい、なので次お目にかかるのは年明けになるかと思います。まあね、この機会にぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。サザビーをね何かしらの形で、ね、定価で手に入れられればね、その都度紹介はしたいんですけれどもね、うん、まあ、その間にね、うん、一応私の最後にねおすすめの動画の方で、前回の解体将棋のニューガンダム、そちらの方をね、うん、上げさせていただきますんでね、ちょっと見ていただければなと思います。はい、では今回はねこれにて終わりたいと思います。では皆さん良いお年を。ご視聴どうもありがとうございました。